ルートベーティアはスペインサンタンデール出身の元女子陸上競技選手。アテネオリンピックから4大会連続でオリンピックに出場し、リオデジャネイロオリンピックでは金メダルを獲得した。2013年にはスポーツ功労勲章を授与された。サンタンデール生まれであり、7歳で総高跳び競技を始めた。 1996年に初めてスペインを代表して国際大会に出場。1998年には1.89メートルを飛んでスペイン記録を樹立した。シニアデビューとなった大会はドイツミュウンヘンで開催された2002年ヨーロッパ陸上競技選手権大会であり1.85メートルを飛んで11位となった。フランスパリで開催された2003年世界。 陸上競技選手権大会でも1.90メートルを飛んで11位となった。2004年にギリシャアテネで開催されたアテネオリンピックでは1.89メートルで予選敗退に終わった。この大会では同じスペインのマルタ・メンディアが決勝に出場して10位となっている。2005年にスペイン・マドリードで開催されたヨーロッパ室内。 陸上競技選手権大会では1.99メートルを飛んで2位となったが、同年に、フィンランドヘルシンキで開催された2005年世界、陸上競技選手権大会では1.88メートルで、予選敗退に終わった。ロシアモスクワで開催された2006年世界室内、陸上競技選手権大会では1.98メートルを飛んで3位となった。 2007年8月4日には2.02メートルを飛んで自身のスペイン記録を更新した。2009年にイタリアトリノで開催されたヨーロッパ室内陸上競技選手権大会では1.99メートルを飛んで2位となり、同年にミュンヘンで開催された2009年世界陸上競技選手権大会では同じ記録で5位となった。ヘルシンキで開催された2012年ヨーロッパ 陸上競技選手権大会では1.97メートルを飛んで優勝。しかし、2012年にイギリスロンドンで開催されたロンドンオリンピックでは2.00メートルを飛びながら4位に終わり、大会後に競技からの引退を表明した。この大会では2.05メートルを飛んだ、ロシアのアンナ・チチェロワが金メダル、2.03メートルを飛んだ、アメリカ合衆国のブリゲッタ・バレットが銀メダル、 同じく2.03メートルを飛んだ、ロシアのスベトラーナ・シコリナが、銅メダルを獲得している。失意のロンドンオリンピックの数ヶ月後には、引退を撤回した。2013年に、スウェーデン用テボリで開催されたヨーロッパ室内、陸上競技選手権大会では1.99メートルを飛んで優勝した。スイスチューリヒで開催された2014年ヨーロッパ、 陸上競技選手権大会では2.01メートルを飛んで優勝し、オランダ・アムステルダムで開催された2016年、ヨーロッパ陸上競技選手権大会では1.98メートルを飛んで優勝した。これによって、ヨーロッパ選手権3連覇を達成し、ヨーロッパ選手権で3連覇を達成した初の選手となった。アメリカ合衆国、ポートランドで開催された2016年世界室内、 陸上競技選手権大会では2位となった。この大会時点でベーティアは36歳であり、同大会女子総高飛びの最年長メダル記録を更新した。この大会の優勝はアメリカ合衆国のバシティカ・ニンガムであり、カ・ニンガムはベーティアの年齢の半分の18歳だった。2016年にはブラジルリオデジャネイロで開催されたリオデジャネイロオリンピックに出場。 1.88メートル、1.93メートル、1.97メートルをいずれも1回で成功させ、2.00メートルは3回とも失敗した。1.97メートル成功で4選手が並んだが、試に数が最少だったベーティアが金メダルを獲得した。ブルガリアのミレラデミレバが銀メダル、クロアチアのブランカ・ブラシッチが銅メダルを獲得している。オリンピック開催時点で、 ベーティアは37歳であり、女子総高跳びでは最年長金メダル記録となった。スペインの女子選手がフィールド競技で獲得した初の金メダルである。なお、8日前に開催されていた7種競技では、ベルギーのナフィサトーティアムとイギリスのカタリーナ・ジョンソン・トンプソンが総高跳びで1.98メートルを飛んでいる。二千十七年十月十八日、 リウマチ性関節炎の治療に専念するため引退を表明した。ありがとうございます。